はい、皆さんこんにちは、藤本です。今回はこちら、褒めるん叱るん、これについてね、お話ししようかなと思います。これもまあよく聞かれますね。子犬育てる時に褒めたらいいんですか、叱ったらいいんですかってね、よく聞かれるんですけども、僕の答えはね、これです。褒めることです。褒めること、なぜかというとですね、叱られてもね、わかんないんですよね。はい、わからない、言葉がわからないですから、何を言ってるんだろうって感じです。なんかすごい威圧的に、なんか嫌なんやろ、なんかダメなんだろうなっていうのは伝わるけど、具体的に何がどうでこうでっていうのは、言葉を喋れる人間だからこそ分かるんですよね。じゃなくて、褒めるを僕は使います。正解、正解、正解、正解って伝えた方が楽だなと思います。あ、こうしたらもっといいこと起こるんだ、こう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 だの方が早いと思うんですよね。はい。なので僕は基本的にはこの、褒めるっていうのを、おすすめさせてもらってます。それだよ、正解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 だよ、あ、分かった、これだ、これだ、これだって、どんどん覚えていきます。叱られるとね、正解が分かんないです。あ、何が分かんないやろ、みたいな、なっちゃいますので、ぜひこの、褒める、ご褒美を使いながら褒めるっていうのをやってみてください。参考にしてみてください。藤本でした。